こんにちは。今日は守られるもの、守るもの、こちらをお話ししていきます。記事を読んでいきます。今回のテーマは、見えない存在の中からあなたが理解していないあなたを守る力についてお話しします。これはあなたが生きる上で搾取されないために、周りは多くの努力をしていますという意味で、お話ししてもいまいち理解できないかもしれません。ただあなたの前にやってきたものやことのうち、3回拒否してもまだ落ち進めようとする力が働くなら、これはあなたの身を守るためなのでしなさいというメッセージであると理解してください。ここで問題なのは、やってきたことがあなたを騙す詐欺行為ではないかということです。クレジットカード情報やキャッシュカード、銀行情報、果てには家族構成から会社情報、これらを教えてほしいと言われたら拒否してください。一個人や会社などがあなたの個人情報を知ろうとするのは、これを利用するためですので拒否してください。なぜ今回あなたは守られていることを強調しているかというと、守られる側は気づかないからです。親が世間から子供を守っていても、子供には理解できません。一部は理解できても、社会から守られるという部分はわからないでしょう。これは大人も一緒で、海外に行って初めて自分は日本という国に守られていることに気づくとも聞きます。守る側は何年も、100年も先を見越しているそうですよ。今回は、あなたは守られていることに気づいてほしい。気づいたら、困った事態になっても慌てず、見えない存在もちゃんと守ってくれていることに気づいてください。まとめ、あなたが守られていても、守る側は主張をしない。だからこそ信じて自分の道を謳歌しよう。今回こちらお話ししていきます。これなんでお話しようと思ったかと思うと、いろんなやはり不安が湧いてきませんか。日々の中でこれ大丈夫かな、こんなことでいいのかな、どうしようこれという不安は湧いてくるんですよね。この不安を持ってはいけない、未来を信じなさい。ここが実はすごく大切で、信じることができず不安になる人と、どんなにいろんな困難がやってきても大丈夫、私の未来は大丈夫と信じて踏ん張る人では、全く同じような道をたどっていても将来全く違う結果になります。これからは結果ということが現れてくる世界なので、あなたが守られているのだということを信じてほしいというのが今回の着地点です。先日ちょっと不安なことがあって、占いをバタバタ見てたんですが、占い師の人が後半、あなた相当守られてますねって、すごく強い力が守っていて、あなたが思ってるネガティブなことなんて何も未来にないですよっていうようなことを言った時に、ハッと気づいたんですね。あ、守られてることって気づかないんだなぁと思いました。この守られてることに本当は感謝をして、気づいた時にありがとうございますと言えるとまた違うんですね。これね、ありがとうというのと言わないのでは根本的に違います。やはり守ってくださる先方様も気づいてくれるということが嬉しいわけですよね。嬉しいっていう感情がどうなのかな、違うかもしれませんが、人間的には嬉しいでいいと思います。例えば友達に対して何か思いやりを持って接した時に、相手が気がついてくれたら嬉しいじゃないですか。気づいてほしくてやってるわけではないけれど、
気づいて感謝してくれたらもっと嬉しいですよね。まあ、自分が勝手にやってることだからと、その感謝を拒否することではもちろんないじゃないですか。だから気づくという行為はとても大切です。で、この守るという言葉を出したのは、実は守る側はあなたをこのように守ってますということが言えないんですね。例えばオレオレ詐欺の話をしましょう。オレオレ詐欺からあなたを守るために国も警察もいろんな努力をしています。市町村も、それこそマンションの管理組合が張り紙を出してオレオレ詐欺に気をつけましょうというメッセージを発信していたりしますよね。これ単純にオレオレ詐欺に気をつけましょうねなんて軽く考えたらダメなんですよ。こういう警告をしてくれることってのはとってもありがたいんですよ。警告をしてくれなかったら、もう何十倍何百倍と多くの人がこの詐欺に出会ってるわけです。いろんな人たちが危険だよということを知って、知ることによってあなたを無意識に守っている。コンビニのお姉さんがコンビニで変なカードを何十万も買おうとしているね、年配の方を止めたとかね、お兄さんが警察に連絡して警察がおじいさんを止めたとか言ったね、記事を見ますよね。自分はいろんな人から守られてる、ね、いろんな存在から守られている、ね、国や地方自治体、会社や学校、親や子供、いろんな人たちから、いろんなことや物やことから守られているという部分を気づいてほしいです。もしこの動画と出会って、気づきというこの言葉があなたの心に入った時、多分涙出てきますよ。あふれかえります。私もちょっとじわーんときますから。これ見えない存在にリンクした証拠なんですね。だからもしこの動画が終わるまでにね、なんとなくじわーっとした気持ちが湧いてきたら、あ、自分の中で何かリンクしたんだなと思ってください。で、もう一つの側面として、守る側が守ってるということを言えない理由は、攻撃してくる側というのは守ってるということを宣言されてしまうと、この攻撃方法を変えてしまうんですね。例えば昔はオレオレ詐欺もオレオレって言って電話してくるタイプでしたが、今は警察を名乗ったり裁判所を名乗ったり、いろんな役職を名乗ってクレジットカードを見せてくださいとか、あなたの買い物したのが引き落としされてません、そう言われてクレジットカードを相手に見せてしまうとか、あなたの銀行から大きなお金が引き落とされてますから、あなたのキャッシュカードを見せてくださいと言われて見せてしまうとかね、こういった全く想像もつかない方法で相手はやってきます。だからこちら側が守ってますよということが言えない、もっと他にもたくさんあるんですが、まあ、いろんな国際的な問題もあるのであえて言いません。悟ってください。私たちはいつもいろんなものやことから守られています。今回は、まあ、高次元の存在または、まあ、その他ね、あなたが今生きている環境を囲む全てからあなたが守られてるよということを意識してほしいということがメインでお話ししました。今日はここまで。またねー。